皆さん元気ですか？僕はね、何もしないですよ。もうね、消耗しまくるとね、疲れるんでね、皆さん消耗しないですか？日々の人生に。ね、仕事、学校、朝から行って、夕方帰ってきて、また明日のね、仕事、学校のためにご飯食って寝るみたいな。まあ、夜勤の人もいるだろうけどね、まあ、夜勤の人に関しても、ね、夜仕事して、朝帰ってきて、またぐっすり寝るみたいな、消耗しないですか、皆さん。僕はね、もう消耗するのやめました。もう。いや、だけど疲れますよね、本当に、いろいろと。まあ、だけど、最近は、まあ、最近はね、何してるって言われたら何もしないですよ。無。ゲームもしないし、まあ一応働いてるけども、働いてないようなもんですけどね、もう。ただ金もらってるっつうか、もうそんな働く意欲もないし。本当のほほんとしてます。自己成長もないし。なんだろうね、なんか、ないんすよ。無なんですよ。全部無なんですよ。無でもう、のほほんとしてます。のほほんもないな。無だね、無。そんな感じです。いや、だいぶ、なんかね、毎回ご無沙汰してるね。毎回ご無沙汰しますね。最後の動画上げたのいつだこれ。5ヶ月くらい。ああ、だけど、ワクチン打ったな。ワクチン注射したんですよ、腕。痛かった。あとね、パソコン買ったな。パソコンつっても、中古ですけどね。中古の Mac Pro 買いました。1万円っすよ。1万円の Mac Pro ですよ。メモリ12ギガ。2008年モデル。うん、安かった。メルカリで買いましたね。今何使ってるかっていうと、マイクラのサーバーだったり、なんか、ファイルサーバーみたいに作ったりしますね。なんかした？マジで。なんもしないな。したことね、パソコン買って、ちょっとね、あんま言いづらいんですけど、いろんなとこ出かけてたな。福岡行ったりしましたね。うん。ちょっとすごい言いづらいですけど。福岡行ったり、まあ、ちょっと修行しに、修行、あんまなんか遊んだとか言うとね、なんかバッシング受ける気がするから。修行。人生の修行ですよ。自分探しなのに。20代の人がやりがちな自分探しの旅みたいな。まあまあ、探すものもないですけど、まあまあ行ってましたね。福岡行ったり、広島行ったり、西日本攻めてました。とか、あと、マウス買った。うん。480円のロジクールのマウス買ったね。なんかあったっけなと。プレ2買った。中古で。なんかゲームしたくてプレ2買いましたね。5ヶ月か。この5ヶ月はまあだけど、そんくらいか新しいことしたの。まあ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 、ぼちぼちと生きてますよ。ぼちぼちと。まあ、だいぶぼちぼちしてますけどね。もう、うん。なんかね、もうシャキシャキしたくないんすよ。シャキシャキしたくないし、なんか、競争が嫌で。もう見てくださいよ、周り。みんな頑張ってるよね。でも、頑張ってんのはすごいと思うんですけど、頑張らなくてよくないですか、もう。さすがに。ロボットもいるしさ。働かなくてよくないですか、もうって。思うんだけど。どうすかね、僕の周りはまだ言うてけど、競争心芽生えてる人少なめだと思うんですけど、いやー、もっとね、なんか働いてる人とか見ると、社長になりたい、お金持ちになりたいとかね、あるんですかね。なんか、別に良くないですか、そんな。適当にさ、生きてればよくないですかって思うんだけど、どうかな。どうすかね、無でよくないですかね。無っつうか、まあ、無だね。もう、あ、もうこの時こうし、この時こう思ったらこうしただけです、みたいなさ。この先どうしたいとか入れなくないですか。今こうしたいからこうしてます。今、流れるままでよくないですかって思うんですけど、どうすかね。俺は誰に語ってんの、誰に言ってんのか知らないけど、まあ、なんかそんな感じっすよ、今のとこ。まあ皆さんもね、もう、のほほんと、もう、ボーンと、行きましょうよ。もう、フォーンですよ。